ソチオリンピック公演の計画2014年、ソチオリンピックは2014年2月7日から23日までロシアのソチで開催された第22回冬季オリンピック。テーマはホット・クール・ユアーズ。開催地は2007年7月4日にグアテマラのグアテマラシティで開催された第119次、IOC 総会でソチに決定した。総会直前までは 前回2010年冬季オリンピックの開催地投票でバンクーバーに接戦で負けた韓国のピョンチャンが最有力候補だったが2度の投票の末に接戦を制した措置に決定した一時選考で落選した都市出展今大会から新種目としてフィギュアスケート団体スキージャンプ女子スキーハーフパイプスキースノーボードスロープスタイルスノーボードパラレル回転 バイアスロン男女混合リレー、ジュ団体が採用された。冬季オリンピックとしては、史上初めて、開会式に先立って、競技を施行することになった。2014年2月6日から2月23日。世は、予備日。オリンピックパーク競技会場は大きく分けて、ソチの国会沿岸及びクラースナやポリアーナ、山岳地区の2カ所に集まっている。競技終了後は、 各会場でメダリストにブーケを手渡すフラワーセレモニーを行った後、ソチオリンピックパークのメダルプラザで表彰式を行った。ソチオリンピックメダル獲得状況最高が、金メダルの国最高が、銀メダルの国最高が、銅メダルの国,最高が銅メ,ダルの国メダル獲得のなかった国大会、不参加の国国内オリンピック委員会が未承認の国開催国ロシアによる、 大規模なドーピングが発覚し、2017年12月までに、ロシア人、選手46名が、永久追放処分、メダル13枚が剥奪された。その後、2018年2月1日に、スポーツ仲裁裁判所の決定を受けて剥奪された13枚の、うち9枚のメダルが返還され、結果的に獲得した33枚から4枚の、メダルが剥奪されたことになった。 詳しくはこちらソチオリンピックの開催関連費用は当初の予算では120億ドルだった。それが大幅に増額され、ロシアの公的機関やメディアの多くは510億ドルと報じた。ロシアの財務、会計コンサルティング会社 FBK の戦略分析部に在籍したいゴール、ニコラ F は667億ドルと推定した。2008年北京オリンピックを上回る。 近代オリンピック史上最高額となった。巨大な予算額の理由は、ソ連時代以来、新規事業がほとんどなかった道路、鉄道、病院、発電所などのインフラ整備が不可欠だったからである。ロシア大統領、ウラジーミル・プーチンは、アメリカ人映画監督、オリバー・ストーンとのインタビューで、次のように述べた。ソチの冬季オリンピックを準備していたとき、我々は、 措置を通年型リゾートにする構想を持っていた。国際水準のリゾートだ。それを発表した当初は、会議的な声も多く、不可能だというものも多かった。交通インフラもエネルギーインフラも整っていない、と。環境への悪影響や下水道システムの不備、宿泊施設の不足も問題視された。もちろん、スポーツ施設など影も形もなかった。それが今では、 そちは通年型リゾートになった。冬はスキーを楽しみつつ、夜は海辺のホテルに滞在できる。山岳部と沿岸部を結ぶ高速鉄道があるからだ。自動車用道路も2つあり、20から30分で移動できる。そちはすでに国際リゾート地になった。我々はガスのパイプラインを2本付設した。1つは海底を通り、もう1つは山腹を通るルートだ。 発電所とピーク対応のための補助的発電所も作った。山腹を通る橋、トンネル、高速道路、措置を囲む鉄道、そして4万室の宿泊施設も整えた。また、オリバーストーンによる投資資金はすべてあなたの友人、つまりあなたの息のかかったオリガルヒに渡ったという批判もあるとの質問には、プーチンは次のように答えた。本当にくだらない話だ。 バカバカしい。契約はすべて実力本位で決まったものだ。資金の相当部分が外国企業にも渡った。契約を受注した海外企業が稼いだ金額は10億ドルを超える。トンネル建設を国際的事業主体に任せた時にはカナダから専門家が来ていた。スキージャンプ、フリースタイルスキーのモーグル、スノーボードのハーフパイプはナイターでの開催となった。 本大会のマスコット2011年2月26日、2014年、ソチオリンピックのマスコットが、雪表、北極熊のうさぎの3体に決定したことが発表された。後に、雪表は、褐色の表に変更された。北極熊は1980年モスクワオリンピックのマスコット、ミーシャの孫とされる。ありがとうございます。